vraiment. うん。頑張れ。開いてるぞ。今後我が社を離れて何やか、すべて佐々木さんの自由です。あなた、奥さんには話したのか。いや、私これでも総務課長でした。これ佐々木さんに適任かもしれないな。今日も帰り早いの？ 今日はやることがいっぱいあるからな。僕ピアノやりたい。ダメだ。変じゃん、それって。ダメなものはダメだ。軍隊に入るの？アメリカの？こんなに遠くまで来たのに今更帰るわけにはいきません。この家では俺がお前たちを守る、それが仕組みだ。別に守ってほしくなんかねえよ。お父さん、本当はただ説教して威張りたいだけなんでしょ。 父はピアノに反対なんです。僕がピアノのことなんか言いなしたらどうなるのか。